せい、お疲れ様です。お疲れ様です。リリーちゃん、なんかそういうコメントあったよな、リリーちゃんやめたのとか見ました見ました。そんな人くらいちょこちょこ出てるでしょいや、ちょこちょこ出てると思う。でもこの前のなんか関東出店みたいなやつで多分結構久しぶりやったんかもしれないですね。本当、そうです、あれ久しぶりやったから多分書かれたんかなと思います。あの時の前に、あ、っていうか、はい、眉毛茶色く染めたね。あ、そう、私よく眉毛脱色して、最近ちょっと黒くなってきたから脱色しました、うん、あ、そうだよね、あれいつの間によく気づきますね。前髪切って眉上になったから眉毛が目立つっていうのもあるかもしれないです。前までもうちょっと眉毛隠れてたから見えなかったっていうのもあるかもしれないです。いいじゃんいいじゃん。そうですね、脱色してます眉毛。今日は視聴者の皆さん、はい、またまた事件ですよ。また事務所が荒れますよ。はい、まあ、前回、まあね、事務社員が5人辞めてたと、まあ、今レイミちゃん、リリーちゃん、うちの3人体制のあと、もう一人、ね、女性の方が4人体制で今やってて、はい、まあ、正直俺の中で、まあ、100点満点中もう70点80点前が60点50点だとしたら、あ、そう、前っていうのは前の人たちが前回の体制ね、はい、で、まあまた荒れるんですよこれまたまた荒れるんですよ、はい、リリーが吠えましたよリリーが吠えましたよ。じゃあまずリリーからの言い分聞こうか。はい、うん、そうですね、ちょっと事務職がちょっときついなと思っちゃって、うん、ちょっと事務が嫌だなってことを、うん、あ、そう、可愛らしく言う。いや、全然ちょっと小声で、俺に言い切った時はもっときつい言い方だったじゃん。小声でちょっと無理です社長。いやそんな強かったんですか。そんな強マジ社長、マジ社長、アデランス取ってくださいって。そんなこと言わないんですよ。アデランス取ってください。アデランス似合ってるんです。こっちがいい、優しい、やっぱ。いや、なんか若々しく言うんです。あ、そう、本当に本当に似合ってると思います。労務人事系をまあメインでやってくれて、はい、まあ、中小企業なんでね、その職人まで含めて 4,50 人ぐらい社員が、まあ、そういう中で、はい、どんだけやった事務。でも10月ぐらいから多分やったんで半年ぐらいじゃないですか、ね、6ヶ月。はい、もう6ヶ月でまたやりたくないってすいません、もうまた6ヶ月でやりたくないって。あの、これまたリリーちゃんが叩かれるとかね、まあ、視聴者の皆さん本当にね、もともと営業規模で来たんだよね。そうです、営業プランの規模みたいなので来て、はい、外回りが好きだと、まあ、事務所が苦手だと。まあ、そうですね、動いてる方が好きみたいな感じですね。動いてる方が得意っていう、お前もそうだよね。そうですね、動いてる。リリーちゃんの、まあ、はい、入って3年そうですね、今4年目です。4年目だよね、はい、あの、大きな流れを言うと、まあ、外回りの仕事がやりたいっていうふうで入ってきて、はい、春日井に配属されたんだよね。はい、で1年ぐらいしてるうちに、まあ、YouTube、 会社で YouTube やり始めて、リリーちゃんに白羽の矢が立ったんだよね。はい、うん、でリリーちゃんが、まあ、結構動画出始めて、はい、で、まあ、兼任しとったんだよね、現場管理プラス。あ、そうですね、はい、でそうこうしてるうちにコロナがズゴーンってきて、はい、YouTube からの派生ビジネスのお手伝いをしてくれっていうふうで、はい、リリーちゃんをまず抜いたんだよね。はい、でお前現場で撮ったんだよね、はい、その時ね、当時、はい、確か2人を抜いたんだよな、もともとは。はい、そうでしたね、はい、うん、で、まあ、ジムが爆破したんだよね、その時。そうですね、はい、で SNS も半年ぐらいやった。そうですね、でも SNS、 なんか私はなんか SNS がっつりの時期もありましたけど、マッチングとかそっちの方はレイミちゃんが結構担当してて、うん、ね、私はそうですね、なんかどちらかというと YouTube とか、あ、 YouTube のことやってたね、方でした。タイトルとかやったり、はい、で その時っていうのはなんだ、あの、どれぐらい経っとる今、あの、営業プランナーから抜けて、抜けて1年ぐらい経ちます。あ、ってことは半年ジムやってるから半年半年ぐらいだね。あ、そうですね、はい、うん、半年半年、はい、うん、ぐらいやってる中で、はい、だからやっぱり外が向いてると。で本人も、あの、リリちゃんも俺に別にあれだよね、もう絶対にこれ私やりたくないですって言いに来たわけじゃないよね。そうですね、うん、はい、なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、なんかじっとしてるのがちょっときつい、まあ嫌だっていう言い方をしたかもしれないですね、うんうん、なんか正直これがやりたいみたいなことは言ってなくって、うんうん、そう、だからちょっと中途半端なことをすごい言っちゃったと思うんですけど、本当に社長には、うんうん、なんかじっとしてるのが私には向いてなかったなって、すごいいろいろある
日ちょっとめっちゃ考えちゃって、うん、で次の日社長にちょっとたまたま社長と話すタイミングがあったから、うん、その時にちょっと言っちゃったって感じです、うん、ね、なんか別に呼び出されていたとかじゃなくてちょっと、まあ、じゃないです、ね、たまたまちょっと会ったから喋ってたからみたいな感じですね、うんうん、でも、まあ、言ってからもやっぱりいろいろ考えましたね、うん、あ、言ったらまた膨らんでくるしね、そうです、言えば言うほどなんかバーってかなんか膨らんでいくっていうか、うんうん、何こいつの顔何ですかね、なんかめっちゃ神妙に聞いてるやん、わかるみたいな、やめるって2回も3回も言ったことなんだな俺は今日何の動画って言ってさ、まあね、はい、ゴールデンウィーク前とかやってね企画もあって、ただその、はい、俺が一つ思うのは、まあ、こうやってアドバイスさせてもらったんだよね、はい、今目の前のこと一生懸命やりなよって、はい、とりあえずね、はい、そうしたらなんか見えるかもしれんし、はいはい、SNS と、まあ、まず YouTube やるんだな、やっぱしっかりやる、はい、っていうのと、はい、まあ、採用ちょっと頑張ろうかって言ったんだよね、はい、うん、そうですね、その声を社長からいただいたときは、うん、本当にその通りだなって思ったんですよ、うんうん、まあ、なんか社長がなんか結果を残さないとみたいな話をされてたじゃないです か、うんうん、かそれ聞いたときに、うん、まあ、本当にそうだなって自分でも本当に納得して目の前のことを、まあ、なんか、うん、頑張ろうみたいな、とりあえずしっかりこなしていこうっていうのはもう本当に、うん、それは思いましたね。でも、うん、なんか社長がジムを抜けるように手配を進めてくれてて、うんうん、まあそうだね、そうですね、だから、うん、もう一回言いに来たしね、あ、そうなんですか、もう一回言いに来たから、わあ、もうこれ本気だなと思って、ああ、もう早い方がいいなって、何言ったらやっぱパワーが出るんかなと思った、はい、まあ、もう一回、まあ、もう一回この辺で話したし、でもあれも絶対抜けたいですじゃなかったよね、はい、うん、まあ、どうって言ったら、はい、まあ、正直に抜けたいですって、はい、うん、まあ、うん、まあ、パワーが出んかな、このままいったらって、あ、で人間って本当にやりたいこと、まあ、やりたいことってないじゃん、よく、はい、この間勉強会で緑が言ったじゃん、1年以内にやりたいことを見つける、あ、はい、逆に真面目すぎるから、あ、いや、本当アドバイスしたのは何て言った、はい、俺やりたいことなんかねえよって言ったんだよな、仕事だからなって金もらうからって、あのコメント欄で、まあ、ちょこちょこ最近言うことは、あの仕事ってさ、はい、やっぱ俺たちはプロじゃん、はい、あの草野球でみんな友達で集まってサッカーやってるわけじゃないもんで、はい、うん、会社ってやっぱプロでしょ、ミッチー戻す戻さんっていう事件でちょっと揉めとったよね、はい、コメント欄あれ取ったじゃん、ね、ミッチーたち、あ、なんとかかわいそうだだって言うけど、はい、でも野球の世界もプロの世界って違うもんね、はい、もちろん監督、名監督って言われる人とクソ監督って言われる人もあって、やっぱ監督って厳しいことも言われるわけじゃん、そうですね、だってみんなが一生懸命やってるから、あいつ試合に出してあげたいなっていうのを全部出しとったらみんな頑張っとるからね、うん、そうやってない、あります、はい、ただスポーツの世界でもそういう中で名監督って言われる人、信頼される監督、信頼されない監督、厳しいけど信頼される人もおるよね、はい、監督うまいな俺、はい、よっぽどいいな、いつも のアンチコメント、このクソバカ野郎って言ってるよりリリーちゃんと喋ってるとちょっと降りてきたわけそうだよな、そうですね、で仕事もそうだよね、だからショーとか、まあ、イケメン、はい、まあ、リリーちゃんもそうだよね、はい、に対して俺の言ったことって、まあ、厳しいことも言ってるかもしれんけど、はい、じゃあ結果出せよみたいな、はい、ね、YouTube も一生懸命やりなよって言ったよね、はい、うん、まあ、それででも、まあ、頑張ろうって思ったわけだ、はい、なんか、うん、その言ってる本当に納得して、うんうん、まあでも納得したけど動いてくれたんで、うん、社長は、うん、ジムにから抜けるように、うんうん、まあ、ちょっと何 びっくりっていうか、あ、そんなすぐに動いてくれる、うん、めっちゃいい社長だね、なんてって、いや本当に思いました、なんか結構、まあ、か考えたって言っても割と多分突発的に言っちゃった方だとは思うんで、うんうん、本当に名監督、ね、はい、ね、名監督です、はい、で、まあ、じゃあでもその何、はい、YouTube とかは頑張っていくのか、まあこれね、あの、はい、まあ、足場にも言ったけどさ、はい、そのもうやるかやらないかもうはっきりしようって、まあ、今日もちゃんと言ってんの、はい、でその辺もどう考えてるのかなって、やるならやっぱ しっかりやっていかなかったし、はい、やっぱそういう視聴者も、はい、期待してることだし、はい、まあ何千人っていう人だってね、はい、俺は一つね、どうなのかなって聞きたいな、カメラの前で、そのなんかカメラの前で聞くのが得意だから、しっかりやるっていうのがちょっと、うん、どの程度からしっかりなのかっていうのが、うん、分かんないんですけど、うんうん、逆にまあそんな
月に数本3本とか4本だったらもうやめた方がいいんじゃないって思うし、それは明日も、はい、今日もリュウジ言ったな、はい、やるならやっぱきちっと、はい、うん、もうちょっとやってほしいなと思う、まあその、はい、もう週に1本でも少ないと思ってるから、はい、うん、週に1本では月5本か、はい、うん、最低でも、ね、やっぱ月10本ぐらいじゃないって3日に1本、あ、まあ、3日に1本だとちょっと、はい、あ、頑張るなって感じ、はい、3日に1本あげるか月10本あげるか頑張るなって感じだけど、はい、まあ、1週間に1本だったら、まあ、もうぶっちゃけやる必要ないかなって、だったらどっかタレントでも連れてきて、はい、今のレベルだったらできるじゃん、はい、で、あげた方がいいのかな、まあもちろんね、その、はい、俺も何個もあいつらの編集手伝いがあるもんで、はい、何個もポコポコあげないじゃん、はい、あいつらがあげるってなったけどね、イケメン夫婦が、あ、自分のチャンネル、そうそうそう、あ、そうなんですか、まあ、同じような体制で、はい、うん、あ、じゃあ芝居、所有がこっちで、塗り替え道場でとかですか、所有は塗り替え道場で、はい、みたいなので、あの夫婦、はい、あげるけど、やっぱもう最低月10本もあげる、はい、で、俺もだって編集も雇わなかったから、その分っていうかね、はい、やるならしっかりやるべきかなと思う、はい、ただプランナーでね、パンパンダーもね、この数ヶ月難しいですよとかもあるけど、はい、まあ、一定トレーニングドライブでカメラマンも全部体制があるから、もちろんショート中にもやっていいんだよっていう話もやってるしね、はい、このカメラマンスタッフ仮のそうじゃん、はい、友達ではないからね、はい、いい意味でいい緊張があった方がいいと思うからさ、はい、やっぱこの子に頑張って成功してほしいと思ってみんながやるわけでしょ、はい、いつからやるの、まだ決まってない、そうですね、ちょっとまだどれぐらいかかるやろうってちょっと考えてて、うんうん、でもとりあえず次の給与計算は一緒にやった方がいいかなと思ってて、みどりちゃんと一緒っていうのは、これちょっとこの話もしようかなと思うんですけど、はい、さらにこのね、うちの会社のこの変化がすごいところがさ、はい、まあ、リリーちゃんが営業プランナー系の、はい、外回りの仕事をやると、はい、で、ついに私が、うん、リリーちゃんの業務を引き継ぎます。カメラマンは、できる範囲でできる範囲でできんだろできないですか、またカメラマンいなくなるんですよ、俺もあったね、3ヶ月一緒にやってな、はい、そんなに俺みんな嫌いなのかなちょっとジムやってみるか、はい、やりますとか言って早めの返事だったよ確かにってそうですね、まあ、まあ、まあだいぶ慣れて言うとやな、いろいろ撮影な、あ、そうですね、うん、じゃあちょっとまた、まあ、まあまた事務所におるからね、事務やるから、まあ事務やるんだよね、はい、で、はい、同じポジションをそう入れ替えして、はい、でリリーちゃんがあの営業プランナー関係の外回りだよね、はい、営業関係、はい、まあ、こういう体制でまた新しくやっていくんですけど、まあもちろんね、まあ、まあ心ね、暗示込めて入れてくれる人もおれば、はい、ね、応援してくれてる大体数の人たちがおるもんでさ、まあ、それに対してまた面白いなって、この子たちがどうやって成長してくるかなって、まあ、本当に悪いことじゃないんだよね、引いたり前に出たりってね、はい、プランナーやってみて、あれやってみて、うん、せっかくジムやったらこうだろうああだろうとか、はい、会社もああだろうとか言ってくるやつおるけど、まあ、はい、まあ、今日に一生懸命生きとるはそうじゃん、はい、ね、確かに悩んで、まあ、今最初に言ったのがジムがやりたくないでもないし、営業がやりたいでもないし、なんかやっぱ外回りっていうかもやっとしてるって言ったけど、俺はそういうもんだと思うしね、はい、俺も仕事ってそう、もう絶対にこれがやりたい、 YouTube がやりたいなんてないし、あ、関東出したい、もうどうしても関東出すんだっていうのもないし、はい、何か迷いながら進んでって、はい、で社員の反対受けるじゃん、はい、YouTube なんかもうめちゃめちゃ反対もやってたら、うん、今ではねお客さんもめちゃくちゃ応援してくれてね、はい、いろんな人に全く止められて、俺も中途半端なことやっぱできんし、もっといいものを作っていかなきゃいけないなってやっぱ思ってるから、はい、もちろんリリーちゃんも足場班も、うん、まあ営業になるからやれとかじゃなくてね、はい、それと、まあ、これとはまず別だし、はい、俺も言ったように、うん、しっかり目の前のことやれるなら、はい、誰もが営業でも何でもやりたいことやりなよって応援するよって言ってくれるって言ったよね、はい、最初ね、はい、だから、まあ、まず俺に証明してほしいよね、プランナーどうこう、はい、それはもう相手さんたちの話だから、はい、どういうことやってるか、どうやって教育受けるかっていうのは俺はまた分かんないけど、はい、俺に対してやっぱリリーが成長しとるっていうところをやっぱ証明してほしいよね、はい、逆に最後に一言、まあ、ジムに入ることに対して、うわ、まあなんか、うん、正直まあ、うん、やる気があるじゃないですけど、まあ、もう絶対事務所は嫌だってたもんな、最初のあのプランナーから職人に行くときにな、そうですね、俺ジムやってみる考えはなかったんで、うん、その時は絶対だったもんな、はい、うん、でもなんかやっぱ本社勤務になって、うん、ちょっとそういうまあ撮影以外にも、まあ、いろんな手伝ったりね、安全処理使ったりとか、なんかジムっぽい作業もやってて、うん、で、まあ、なんか社長からもちょっと
向いてるんじゃないっていうの言われて、うん、あなんかあやってみてもいいかなみたいな。お前そういうとこあるよな、すぐ、ね、でなんかこれやってみてたら嫌ですって、あれやってみてとこれちょっとチョコレートの楽しみとか言うと嫌ですとかすぐ言うけど、はい、俺とおって勉強になったろ。そうですね、何でもやってみろっていうのは確かになと思ったろ。そうですね、でもなんかいろいろまあなんかやってきて、うん、結構得るものがやっぱほとんどなんで、うんうん、新しいものに飛び込むのはちょっと大変な、なんか勇気がいることですけど、うん、こういうチャンスで振っていけるので、うんうん、はい、なんかありがたいじゃないですけど。俺らカメラ回すの忘れてね。なんか3人で真剣になんか喋れる、ね、まあそんな感じです。はい、じゃあちょっと、まあ、最後にちょっと宣伝になりますけど、あの外壁塗装のマッチングティームは作ってて、6月1日にあの公開予定です。で今、名前だけ登録できますんで、ぜひ登録してもらうのと、本当にその初期、あのオープンまでに登録してくれた人でまずスタートしますん で、その人たちはもう何ヶ月間かやっぱ無料で、一回質問があったんだけど、勝手に有料になったりとかは しないので、あの、有料募集がほんで始まるまでは、もうその最初のもうメンバーでスタート。で、そこから募集の人たちはもう有料メンバーになっちゃうんで、で、有料課金とかいろいろそういう仕組みっていうのはまずどういうか考えてないけど、全体的に、その、まあ、できるだけ人件費かけない、その電話でお客さん営業かけるとか、テレアポかけるとかないように、まあ、YouTube が成長してきゃお客さんが集まってくるから、本当にすごい、あの、愛知県、愛知三重岐阜ではすごい YouTube 見て依頼っていうのが増えてるんで、あのね、皆さんにもその全国的に、まあ、YouTube なんか全国で見てるやつだから、はい、そういうものが触れたらコストかかんないじゃん、はい、うん、広告宣伝っていうのが一番でかいから。でマッチングサイトなんかあの言われてるのは 40%50% っていうのは広告宣伝だよって言われてるんで、うん、まあ、そこが安くできるなって 3%4%5% ぐらいの範囲内であの売上の単位でね、あのできるかなと思ってますんで、ぜひ登録よろしくお願いします。お願いします、お願いします。求人マッチングもお願いします。そこもパーンってて。よろしくお願いします。フリータイムロード、チャンネル登録お願いします。